小明は日本の官僚、元日本住宅公団副総裁、琉球王国最後の国王、小太王のむずを、直光の息子として東京都に生まれる。1933年旧正武蔵高等学校、卒業後、1938年に東京帝国大学を卒業し、大倉省英然管財局へ入省。 1964年、建設省住宅局長を経て、1966年には、日本住宅公団理事となり、1971年には、日本住宅公団の副総裁に就任。その後も日本住宅リフォームセンター初代理事長を、はじめ住宅産業情報サービス、性能保障住宅登録機構などの理事長を務めた。また、日本における、 ダイニングキッチンの発明者としても知られている。詳細は NHK のテレビ番組プロジェクト X 挑戦者たちに詳しい。現在、直昭の功績を称え、住宅リフォーム紛争処理支援センター主催の住まいのリフォームコンクールでは国土交通大臣賞や住宅リフォーム紛争処理支援センター理事長賞と並び、その名を監視、直昭賞として、 マンションリフォームで優秀な作品に与えられる賞を設けている。妻はタコさんウィンナーの考案者として有名な料理研究家の正道子。ありがとうございます。